ブ。大変です。どうしたのよ。司さんが学校行かないって言ってるんです。どういうこと。キングメンはギリギリ過ごすとかで。今日の給食は。給食と、なんかイワシ煮たやつと、なんか豆の煮たやつだな。司さんが特に好きじゃないやつね。きっと全部計画に組み込まれているんだよ。授業が始まっちゃう。落ちてますね。もっとご飯。ダメです。学ぶ。全国放送アニメの序盤から主人公が家でダラダラするなんてダメです。司さんも呼びに行くんです。そう言われるとそうね。じゃあ急ぎましょう。無事に稽古代が済ましたい。長いこと言ってないで準備して早く学校に行きなさい。だから聞こえないかと。くそ、どういえば深くもらえるんだ。しかさ、誰がどう見たってお前が来るだろう。お母さんの言う通りよ。すっごい気まみたくないやつだね。ひろ、俺ってやつはよ、クリスな状況になることも燃えちまうんだ。はい、俺と時間となったんでしょ。こんばんは。もし母ちゃんが来たら、パイナポーベイビー、こんばんは、パイナポーベイビー。ギガントバトルのことを真似したなよ、お母さんに。ギガントバトルを挑むなんて汚すぎます。じゃあどうすんだ、受け打ちゃん戦友。どうするに、その面子で勝てばいいんでしょ。いいわ、やってやろうじゃないの。おい、お母さんのお母さんが。じゃあやってやろうぜ、キングメンガ。シャーリックス、ギガントバトル。